いい夏にするよ。改めましてどうも、たいちです。さて、夏休み始まりました。冒頭でも言いましたけど、いい夏にするぞ。でも夏休み終わった時に、あーやっちまったって、あーもっと頑張りゃよかったなんて思わせないからね、一人でも多くの方がいい夏だったと思えるように今回アドバイスをしていきたいんですけど、40日間っていうそこそこ長い期間がありますよね。で、その中で2週です。ある1週ともう1週、この2週間を大事にする。この2週間をうまく使えれば、40日間総合的に、あ、いい夏だったなってなりやすいんですよ。で、今回それを伝えていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず1週目が、これを投稿している7月22の週です。今だよ。なぜこの週が大事かっていうと、それは理由はシンプル。なぜかってスタートだから。スタートをこけたらね、後で取り戻すのめちゃくちゃ大変なの。もちろん今まで多くの生徒を見てきて、7月やらかしてしまってもね、8月で取り戻せた人もいる。いるけど、かなりレアケースです。だし、いつも思うんだ。そのタイプの子ってね、確かに取り戻せてんだけど、それ、7月からもできたから。できたタイプの子なんだよ。でもなんかいろいろ噛み合わなくて、ちょっと忙しかったりとかね、しちゃって、7月うまくいかなかったんだけど、取り戻せるタイプ。でも多くの方が、7月をやらかしてしまうと、取り戻せない。そのぐらってしまった、だらだらしてしまった罪悪感とかに引っ張られて取り戻せないんだよ。で、しかもね、7月のスタートが低くなってんじゃん。低くなってるから、8月若干盛り返してもさ、平均が低いんだよ、こっから。でも7月頑張って立ち位置、まあ、スタート位置が早くいいとこにいれば、そっからさ盛り上がればさらに平均良くなるし、ちょっとこう減速しちゃったとしても平均が大きいから、スタートの位置がその全体の面積の大きさに関わってくるので、なのでこの1週間はマジでちゃんと目標を決めてやりきる。サボらない。もしこの土日ね、あーちょっとやっちまったって思う方はまだ取り戻せるよ、2日だけだから。でもこの1週間をやらかしてしまうと、総合10日ぐらいだらけてんだよね。40分の10だらけてる。それを取り戻すのってメンタル的にも時間的にもかなり厳しくなっちゃうので、この1週間はマジで、いや、たくさんやれってことじゃないの、そういうことじゃなくて、自分で決めたことをちゃんとできる、ちゃんとやるんだって自分を褒めることができる1週間にぜひしてください。そして2つ目が、8月5日の週です。今週を頑張れた方はですね、来週が7月の末と8月の頭、つまり月が切り替わる週なんだけど、まあ、今週の流れでいけるんですよ。来週はその流れで乗れてるんだけど、8月5日の週ってさ、2週間頑張った後でしょ。油断出てくるのよ。で、若干ペースが落ちやすいの。まあ、ペースが多少落ちるのはいいと思ってる。いいと思ってるんだけど、そこで予定より下げてしまった場合、次の週、8月5日の次で12の週なんだけど、ここお盆なんだよね。で、お盆ってさ、人によるよ。その家庭によるんだけど、学生のみんなのスケジュール以外のものが影響しやすいよね。家族で出かけたりとか、まあ、お墓参り行くとかもそうだったりするんだけど、ここで頑張ろうと思ってたのに、ここで取り戻そうと思ってたのに、え、勉強できないじゃん、頑張れないじゃんってことが起こっちゃう。だから8月5日の週でぐだると、その次の週が強制的に下がっちゃうんだよ、ペースダウン。で、2週間ペースダウンすると、最初の2週間頑張れたとしても印象が悪くなる。で、ラストの週、後ろの2週間がああってなって引きずられちゃうのね。だから、お盆でどうしてもそこでペースダウンするのが強制的に入っちゃうパターンが多いから、8月5日の週もいい。1週目、今週よりも頑張れってわけじゃなくて、ペースを維持してほしい、ちゃんと。ここの週大事だなって、来週崩れるかもしれないから意識しておこうってやっておくと、お盆で多少ペースダウンをしてもちゃんと取り戻せるから、全然そこは問題なくなるので、なので今週、ひとまず今週をしっかりやる、スタート大事よ、ここをやって、で8月5日の週が来た時に、あ、ここ大事って言ってたなって、気をつけようって、ペースダウンしちゃうと来週引っ張られちゃうからなっていうのを思った状態で目標を立てて、自分が決めたことをやる、そこを意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。喋ってるとあっちいんだよ。汗映ってるかもしれないけど、まあ、ちょっと気にしないで。で、こんな感じでね、夏休みも、まあ、月曜日に動画投稿していきますので、よかったら、こうね、時間見つけて、ちょっと遊びに来てください。みんなのこう、背中をさ、頑張ろうぜ、頑張ろうぜって押せるような動画ね、特に夏休みは意識して撮っていきますので、よかったら見に来てください。
でですね、ちなみに朝8時から9時までの1時間ですね、基本的に毎朝生放送やっております。自習室っていう生放送なんですけど、別にみんなに何か勉強を教えるとかじゃないです。私も勉強したりとか、まあ、多分パソコンで仕事したりをする、そう1時間やってますの、まあ1時間っていうか50分間、作業をしたり勉強してて、で最後の10分間皆さんのコメント読ませてもらうっていう時間をほぼ毎日やっていますので、もしね今ちょっとこう土日なんかダラダラしちゃったなとか、朝ダラダラしちゃうんだよなみたいな風に思ってる方は、まあ部活ある方来れない方もいると思うんだけど、朝8時にちょっと寄ってくださいよ。はい、俺ちょっと画面のね前で俺頑張ってるから。で多分どうだろう、100人から200人ぐらいかなの人が集まってくれてると思うので、いいじゃん、みんなでさ、なんか全国知らない人だけど集まって頑張る時間って俺は素敵だと思うよね。なのでぜひ朝の1時間皆さんのね1時間をいただけると、一緒にこうなんだろうな、こうなんだろう、頑張れる夏というか、俺も本当に夏頑張るからさ、頑張ってるから、だからお互いにこう頑張ってんだっていう気持ちでいけると思うので、よかったらねぜひ使ってみてください。明日もやるからねぜひ待ってます。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では本当にねもうしつこいけど暑苦しいぞ俺暑苦しいけど、いい夏にしていきましょう。俺にとってもね、ハイチにとってもいい夏だったって思えるように。だってさ、みんなにこんな偉そうなこと言ってんだから、俺ができなかったらダメじゃん。だから俺も絶対夏休み終わった時に頑張れたって思える夏にしてみせるから。だからみんなもぜひね、そのさ、頑張り度合いみんなって違くていいんだよ、いいから。だからみんなにとって頑張れたなって自分に言える、そんな夏にしていきましょう。はい、では来週またお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。